ここは秋の終わりの広葉樹の森落葉した木々の間から木漏れ日が差し込みたくさんの野鳥たちがさえずっています私はそんな森に分け入り獲物の痕跡を探します獣道に残された足跡これはシが昨日の晩通ってるな 鹿は34頭の群れがおって子連れやな木の幹についた傷や泥このイノシシは体重50キロぐらいでオスやな鹿の群れは昨日来てへんけど3日に一遍ぐらいは来てる罠漁師は残された痕跡からそこにいない動物の行動を手に取るように把握します 私はででも漁師です例えば3月の引っ越しシーズンまだまだ使える家具や電化製品そんな大型ゴミがたくさん出ます <laughs> 来週の大型ゴミは火曜日、うん、<laughs> 取り壊し中の家を見つけると「<laughs> 大将その廃材ちょっともらえへんかなええでええでいくらでも持ってきや」。 こんななどうせ他はやしなただで必要なものを手に入れるそういう点では山でも町でも私は同じような感覚ですこんなことを言うと野生動物をゴミ扱いしているように聞こえますかでも野生動物をゴミのように扱っているのは実はこの現代社会です 2009年に狩猟によって捕獲された鹿の数は15万6,700頭それとほぼ同じ数の15万4,800頭の鹿が有害な動物だということで殺されていますそれは皆さんが食べるお米や野菜を食い荒らす害獣だからという理由そしてその鹿はほとんどが焼却埋設処分されますつまり 野生動物も増えすぎて邪魔だ。ゴミとして燃やしてしまえ。殺して土に埋めたらいい。というわけです。罠にかかった鹿の命を奪うとき、私は鹿の首をナイフで頸動脈を切り取ります。そこから血が流れ出て、約10分間の間に鹿は息絶えます。 ちょうど今日私に与えられた時間、このスピーチの時間くらいの間、山の中で私は鹿と二人っきりで静かな時間を過ごします。鹿は死ぬ間際、息を荒げ、痙攣し、足を突っ張り、目を見開きます。殺すことにもう慣れましたかよく聞かれます。 確かに命を奪う技術は向上しました。でも、慣れることはありません。本当に殺す必要があるのか、常に自分に問いかけています。漁師がこんなことを言うのはおかしいかもしれませんが、私はなるべくなら鹿は殺したくありません。自分や家族、友人たちが生きていくため、食べるための そのためだけに私は漁をしています漁を始める1年前私は東チモールにいましたそこでは現地の独立を決める住民投票が国連により準備されており私は国際投票監視員として関わっていました投票後 東モールの独立に反対するインドネシア軍や民兵組織によって多くの家が放火され銃声が響きたくさんの人々が殺されました私も国外に脱出し東モールに戻れたのは独立が決まって半年も経った後のことでした再び東モールに戻った私はショックを受けました現地の人々が まだ住む家もないというのに、国連や NGO が焼け残った建物を利用しています。金儲け目的の外国人も多数入国しており、東ティモール人のための食堂や市場ができる前に、外国人向けのバーやカフェが、そしてそこで働く東ティモール人の給料は一日たったの1ドル。呆然としました。 これが新たに独立を決めた国の姿かそしてそこでは私もその他大勢の外国人の一人でしたすぐに帰国を決意しましたここはもう私のいるべき場所ではないその一方で東モールの人々は独立を勝ち取っ喜び新たな国づくりを始めていました それを見て思いました私も自分にとって責任のある場所に戻り自分自身の側の問題に取り組もう帰国してまずは自分自身の生き方を見つめ直そうと思いましたその中で自分の食べる肉を自分で確保したいそういう思いが生まれましたそして狩猟を始めました初めてびっくりしたのは すごく楽になったこと見知らぬ誰かに殺してもらって自分はただパック詰めされたお肉を食べるだけそういうのが嫌だったんですねそんな後ろめたさから解放されましたまた山には山菜やきのこ川魚などの豊富な食べ物に加えて杉やヒノキの間伐材が利用されずに転がっていました 私はそれを薪として利用しました。これで我が家の暖房、ストーブ、お風呂、石油やガスに頼る必要はなくなりました。ここには自分自身の生活を自ら作り上げていっているという喜びがありました、解放感がありました。すべてのことが自分に責任がある代わりに、間に他人が入らないシンプルで自由な暮らしです。 そして、私の生活は貨幣経済から緩やかな脱出を始めました一部の人々が便利さを求めるあまり非効率で無駄が多いのがこの現代社会その隙間を縫うように私の生活は出来上がっていきました便利さと引き換えにやりたくもない仕事をさせられていませんか 近くの山に鹿がたくさんいるのにレストランで出る鹿肉は外国産まだまだ使える大型ゴミがたくさん出るのは新しい商品を常に売らないといけない企業の理屈エコ CO2 削減いつから商品の宣伝文句になったんでしょうか修理するより買った方が安い採算が合わないそういって無駄になっているものがあまりにも多い 私にとっての狩猟採集生活は今の経済優先の社会が放棄しているさまざまな資源そして見捨ててきた技術や価値観そういったものを取り戻すという意味を持ち始めています社会を変えよう声高に叫ぶのではなく自らの生活として実践していくことが最終的に 力を持つと信じています東モールの友人が取った肉と私が取った肉に価値の違いはありませんいつか笑顔で食べ比べしてみたいなそう思いますありがとうございました